康之5代名誉教授が就任されました。気候が運営する高速教職業文書は5月に運転を再開しましたが、この秋にも来年秋にも発電再開という重大な段階を迎えることになります。気候の理事長として鈴木新理事長にどのような期待をされますでしょうか。鈴木氏についてはですね、原子力研究開発利用に関して、皆さんご存じのように非常に高度な知識、経験をもとに、高い知見とビジョンを有しておられると。さらに、組織運営についてもですね、指導力を備えておられるんですが、特に原子力については安全ということ、この信頼がないとですね、国民理解を得ていくことができないというところでありますので、そうした意味からもこの、第三者からある選考委員会において確認をされて、で、選出されてきたということ、それを受けて、川端大臣が責任にあるというふうに判断されたというふうに理解をしております。ちょうど文書が一つの大事な、過程に入っていたこともありまして、少し最終的な決定をずらして途中で、この選考を凍結をして、で、現在に至ったということであります。そういう意味では、文書も実験経過が一段落しまして、次の段階に入っているというタイミングでありますので、このタイミングで、鈴木新理事長の選出に向けさせていただいたということでございます。各社さんどうぞ。理事長公募の件ですけれども、今だから言えるというのはどれぐらいの数の公募があって、どういった基準で選んだというか、あまり今だから言えるというその、形でですね、発表する、内容ではないというふうに思います。さまざまな分野といいますか、これまでの、いわゆる官僚の人たちも含めて、で、学者あるいは産業界等々ですね、非常に見識のある皆さんと、それから経験を積んだ皆さんが公募に応じていただきました。そういう意味では非常に層が厚いというか、充実した選考をしていただいたというふうに私は説明をしています。確かにですね、ヨーロッパで その議論の経過を見てます。ヨーロッパが 45% を負担して、でそれが結局実質的にはこれまで想定していた部分の倍ぐらいになっているんですかね、それぐらい その増額ということだったんですから、ヨーロッパの議会が非常に紛糾をしまして、ベースラインを作っていくというのに、議論2時間がかかったということです。そういう意味では日本の場合は、9% の負担でありますから、単純に計算して、180億円ということの増額ということになったわけです。で、これイーターの分業というのは金額、キャッシュ
市で出すんじゃなくて、それぞれのその部分部分を担当して、でそれをその作って完成させて、で持ち寄って組み立てるという方式になっていますので、まあ、この、うん、日本の単分というのも概算見積もりの中でこういう形になっています。ただこれ、為替レートで換算してですね、まあ、本当にこういう金額になっていくのかどうかというのはもう一回、私たちも日本の、これからの負担分については精査をしていく必要があるんだというふうに思っています。であとはあの、これ総合的な事業ですから、各国がその当初約束した負担に見合うというところについて確実に完成させていく、これは時期的にもですね、研究開発を進めて、完成をさせていくという努力がこれが必要だと思うので、まあ、そこは足並みを乱れるとまたコストがかかってくるということがありますので、まあ、そんなことも考慮しながら、これに対応していくということになっていると思います。まあ、気候庁が、日本から出ていますので、まあ、そういう約束の中でこのイーター構想というのは進んでいきましたので、新しい気候庁もそういう意味ではコスト削減にですね、気を尽くして頑張っていただければというふうに思います。給与に当たる部分とか、大学の運営費交付金であるとかっていう、まあ、そういう類のものをマニフェストで、しっかり充実させていくというようなことを、まあ、優先順位、まあ、方針の中で決めてるわけです。ですから、そういうところに重点を置きながら、しっかりその標語事項の中にですね、組み込んでいきたい。でまあ、科学技術もそうした意味では、例えば他県なんかそのそういう意味でベースですか、基本的なところでありますので、まあ、それをしっかり研究していくということと同時に、環境分野とそれからライフサイエンスですね、これを、成長戦略の中でですね、しっかり位置づけていますので、そこにかかるものについてはまあ、優先的にですね、議論をしていくことになるということで、具体的な予算要求に結びつけていきたいと思います。まあ、確かにそうして考えていくと予算を伸ばそうと思うとですね、まあ、前に申し上げた通り高リスク、高利感といいますか、これがその、崩れるようだったら、この日本が、この教育が、この科学技術が基本的に崩れるという、そういうそのベースになる要素というのは非常に大きいものですから、それほど頑張っていかないとですね、ダメだというふうに思ってまして、その戦略を今、しっかり続けて。